はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。昨日のね、酔っ払い親父の暴走トークでね、今日は焼け酒飲んでますっていうね話したんですが、その詳細編ですね。まあそれとちょっとね、私の同級生のまあ焼け酒によるまあ悲しい事件がありましたので、そのうちの場合をね、述べる前にちょっとね、50年前かな、半世紀ぐらい前、あ、もうちょっと経ってるか、まあ45年、あ、もうちょっと前ですね、45年くらい前にね起こったちょっと悲しい事件のね、ことを申し上げたいと思います。で、私の同級生ですね、が結婚しまして、なんか些細なことでちょっと嫁さんと夫婦喧嘩になったらしいんですよね。で、その同級生は家を出て行ってお酒を飲みに行った、まあ焼け酒だよね。ほんで、まあ行く途中なのか帰る途中なのかわからないんですが、まあ交通事故でね、亡くなっちゃったと。で、その時にまあ嫁さんの方は、妊娠中だったらしいです。で、まあね、子供が生まれて落ち着いた時に両親からは嫁さんに向かってね、まだあなたは若いんだから別のところへ行って別の人生を歩みなさいって、その同級生の両親から言われたそうです。で、嫁さんの方は結局まあね、自分の旦那が亡くなる原因を作ったのは自分だから、一生この上家に置いてくださいっていうことでね、まあそのままずっと独身っていうか、まあね、家に入って、今でも健在なのかな、あとを取っているそうです。まあそういうことでね、まあなんてことないんだよね、夫婦喧嘩なんてのはさ、大したことないと思うんですが、まあそれが原因でね、まあね、大きな人生が狂ってしまうと、人生が大きく狂ってしまうと、まあそういうこともあるんでね、まあお酒っていうかね、まあ注意しましょう。些細なことで人生変わっちゃいます。はい、そういうことで、まあ今回のね、ちょっと私と母親のバトルの詳細なんですけどね、まあうちの母は、去年のね、12月くらいまではデイサービス週1回のペースで、行っていました。で、金曜日です。で、多分ね、金曜日に行った時にデイサービス、12月の何回目か知らないんですけど、金曜日に行った時に、あと1回ぐらい来てもいいような話を多分デイサービスのスタッフの方に言ったんだと思います。で、12月の中旬の頃かな、たけしさん、お母さんが2回行きたいって言ってるんだけどどうしますかって言うんで、いや、母が行きたいって言ってんだったらいいですよっていうことで、今年からね、火曜日と金曜日行くようにしました。で、今年の1月の2日が火曜日です。あと9日と16日、3回ですね、今年は3回行ったんですが、昨日22日に、明日は行かねえといきなり言い始まってね、なんでって言ったら、20日です、ごめんなさい、1月の19日ですね、前のデイサービスの時に、デイサービスの人に言ってきたと。もう次からはもう火曜日は1週間に2回行くと疲れちゃうから火曜日は行かない、そういうふうに決めてきたって言うんで、ちょっと母にねきつく言ったんですよ。だからそれはいいから
なんで、私に連絡してくれなかったのっていう話をしたんですよ。で、実は19日の時点でデイサービスに、もう今日ですね、23日から行かないってことを言ってきたんで、もう母はそれで終わりにしちゃったんですね。で、私知らなかったものですから、昨日20日の夕方かな、5時ごろデイサービスの方から、電話があって、うちの母が、23日今日からもう火曜日は辞めるって言ってたんですけど、どうしますかって言うから、自分がね、母から何も聞いてないんで、いや、母から何も聞いてないんで多分行くと思いますよっていうことで、返事しました。そうしましたらね、20日の夜に、23日ですね、今日ですね、病院に行くからっていう言うんで、ばあちゃん今日は、今日っていうか、まあ昨日の言葉で明日か、明日はデイサービスの日だから病院行けないよって言ったら、いや、デイサービスのは断ってきたって言ったんで、もうちょっと私のね、堪忍袋の恩が切れちゃいましてね、まあだから、行かないのは構わないんですけど、その行かないという契約を破棄したことを自分に言って くれなかったもんでね、ちょっときつく言いましたね。まあそういうことで、まあ親を叱りつけるっていうのもね、結構子供にとってはね、ストレスですからね、もう血圧がね、一気に200くらいまで上がりましたよ。でもね、その同級生のその悲しい事故があるんでね、まあ車でお酒を飲みに行くとかっていうのはしないでね、まあ家でしょうがないんで、昨日の6時過ぎかな、6時過ぎに近所のスーパーへビールを買いに行って自分家で焼け酒の飲んでました。まあ本当は些細なことなんだよね。だから19日か、先週の金曜日に、デイサービスに行った時に断ってきたんだら、来たんならね、まあそれを私に一言言ってくれればね、もう行きたいものを無理やり行けとは自分も言わないんで、あ、いいよって言ってあげたんだけども、私に何にも言わないしね、ほんで、まあたまたま20日昨日の夕方に、デイサービスの方から電話かかってきて、中子さんが、もう23日今日からもう火曜日のデイサービスはやめますって言ってましたっていう電話があったもんでバレちゃってね、まあデイサービスから電話が なければね、もう そのまま行かないことになっちゃったんだろうけど、確認の電話があったために、まあね、ちょっと私の爆弾落っことしました。まあだからやはり96になると、デイサービス行くって言ってもね、ほら、うちにいるわけではないんで、母なりに気は使うみたいんだよね。ほんで疲れちゃうんだっていうことは言ってましたね。それと午後昼寝するんですけど、デイサービス行ってると昼寝できないし、3時半までなのかな、だからソファーとか、まあマッサージチェアにちょっと横になってうとうとしてても、3時半には起こされて、うちへね、送ってこられちゃうんで、昼寝も中途半端に終わっちゃう。まあそんなことを言ってましたね。ところね、去年の時点で、まあデイサービスの人にあと1回増やしたいんだなんてことを言わなければね、いい話なんだよね。だからすごい気分にムラがあるんだよね。だから多分体調のいい時はあと1回ぐらい行ってもいいかなって思うんじゃないでしょうかね。そんなもんで、まあ軽い気持ちで
デイサービスのスタッフの人に増やしたいと、いうことを言ったんだと思うんだよね。まあデイサービスなんで、何も 言わなければ営業かけてくるなんてことは ないですからね。他の人は、1週間に2回も3回も来てるんで、竹内さんもどうですかなんてね、営業かけてくることは私の母の言ってる、デイサービスではやってないみたいんでね、あくまでもユーザーがこうしたいって言えばそれで動くというような形を取ってる ようです。でないと後でトラブルの元になっちゃうからね。行きたくない老人を無理やりね行くって言わせて仕事を取ってるみたいなね、うちなんか田舎なんでそういう悪い噂ってのはすぐ広まっちゃいますんでね。やっぱり客商売なんで、客にね、悪口言われるのが一番経営的にはね、響きますからね。多分無理な営業はしてないと思うんだよね。だからまあたまたま去年の暮れあたり母の調子が良くて、あと1回まで行ってもいいかなっていうふうに言ったらもう行くことになっちゃってね、俺はそんなこと言ってねえなんて始まっちゃってねでもね、まあやっぱり長生きする人の特徴っていうのはやっぱり全てのことを自分の都合のいい方に取るんだよね。だからもう都合悪いと忘れたとか、ほら聞いてねえとか、ね、そういうことで逃げちゃうんだよね。だからまあ親の言うことを 100% まともに取るのもクエスチョンなんだけど、じゃあどこまでを まともに受け取ってどこから受け流すかっていうと、その線引きも難しいしね。だからまあ冗談でね、ばあさん、元気でせがれぽっくりなんてね、ばあさんより先私の方がいっちゃうんじゃないかって母親にね、前冗談でお前いい加減にしろって、あんたが長生きするとせがれの寿命が縮まんだって、俺の位牌持ちやりてんかって言ったら、そんなこと言うなよなんてね、ちょっと可愛いこと言うんですけどね、まあそういうことで、まあそうした行き違いなんですけどね。まあ昨日ちょっと厳しく上から目線で母を叱りつけてしまいました。まあ叱る方もね、結構ストレスかかりますよこれ、本当に子供を叱るわけじゃないんで、叱ってる方もね結構ストレスかかるんで、ちょっとやめてほしいなと。でもまあね、96歳の老人の割には手間のかかんないばあさんなんですけどね。まあこれでね、まあ施設へ入れちゃうっていう方法もあるんですが、まあ今はねもうアフターコロナで、老人ホームとかそういう介護施設入れちゃいますと、自由にね面会できないし、まあ去年うちの親戚でねおばが亡くなったんですけど、やっぱり老人ホームに入っていて、老人ホームから電話があった時にはもうね、電話があって、駆けつけた時にはもう亡くなってたということだよね。だからまあ自宅でっていうか、もう親を見取るのはもう自宅にね置いておいて、ずっと見てるしかないんですけどね。まあほんのちょっとしたこの行き違いでね、ちょっと見取ってる方世話してる方のがちょっと疲れてますまあ笑ってられるうちが本当花ですけどね。本当にさっき冗談言ったように、ばあさん元気で せがれぽっくりにねならないように、まあちょっとちょっと肩の力を抜いてね、一緒に暮らしていけたらなと思ってこの動画を作ってみました。多分ね、親と一緒に暮らしてる人、まあ世話をしてる人っていうのもね、何人かいらっしゃると思うんでね、頑張りすぎないように、でね親よりも先に行かないようにね、まあほどほどに力を抜いて、見取ってあげてください。
はい、そういうことでね、参考にしていただければありがたいと思います。まあくれぐれもね、焼け酒には注意しましょう。まあ焼け酒飲むときには自宅で飲みましょうと。はい、そういう動画でした。お付き合いありがとうございました。